こんにちは。もうめっちゃ急に配信したんですけど、ちょっと配信します。昨日歌いでした。ノートブックでした。昨日海カノでしたが、あ、待って、ちょんちゃん、ちょんちゃんタワーありがとうございます。ちょんちゃんおはようございます。こんなスピンマスク配信してるのにありがとうございます。タワーいただきました。今 iPad 持ってないんですけど、夜配信もしますので、もし夜配信ね、なんか書いてほしいものがあれば書きます。今日の公演行くよ、ありがとうございます。今日も劇場公演、今日は劇場公演ですね。今日持っていっちゃった、4日間連続本番って感じですね。3日間朗読劇で、今日は劇場公演で、待って、プリになった、プリになったわ、この照明で。ああ、劇場公演楽しみしてる。え、いるの？パミ持ってきて、パミたくさん振ってください。探します。疲れた、結構疲れたけど、でも今充電中。めっちゃ可愛い毛触ってる。これはもう、あ、可愛い、可愛い、じゃあ絶対てない。あー、待って、今スピンすぎて、もうスピンすぎて、スピンすぎた。わー、あ、来た、来る、来ない、来てい、来てい、ねえ、君、君、おい、父ちゃん、どうしたの、どうしたの、しっぽ見えた、見えた、お、しっぽい、見えた、こんにちは。すごい、このソファ座りやすいわ、ありがとう。あ、転がってる、うん、転がってるね。疲れた、疲れた、疲れたの、ねえ、疲れちゃん、おとなしい、すごい、あの綺麗な自然光だけど、今スピンすぎて、綺麗な自然光、あのむしろあのなんか変な、なんだ、自然光めっちゃ綺麗だけど、スピンだから申し訳ない。
あ、のともう一つ忘れちゃった、ごめんなさい。ちょっとしなければいけないことがある。どこだ、申し訳ないことをするよ。ちょっと待って、配信画質をちょっと低画質、あ、すごい近くなった、低画質にします。今 Wi-Fi 繋がってないんですよ、だからちょっと低画質にしちゃうんですよ、申し訳ないんです。あのスピンだから隠したいとかそういうわけじゃなくて、まあそう、あのある意味で助かった私ちょっと今スピンで、でもスピンだからじゃなくて、今日4日ちょっとやばいかもしれないこの間ステージ上で配信したんけど、それも自分のギガスだったから、あ、待って、配信の画質を落とさないとちょっと今月中旬くらい持たないかもしれないってなって、だから今はちょっと画質を落として、誰ちゃんの家を、誰でしょう、誰でしょう、これ結構難しい質問だよ、誰でしょう。でも今私とある生物を触ってる、これはヒント。あと、うん、あの次 Wi-Fi じゃなかった、そうなの、そうなの、まだ4日、だから今画質悪い、申し訳ない。とある生物触って、この子泣かないね、綺麗な骨骸骨、頭ちっちゃ、かっちゃん、お、ちょっと、うん、めっちゃ私の配信スペースで配信してるよでも、あ、そう、どうしよう、そうだった、え、三脚一個しかない？一個しかないね。熱くない？どうしよう。熱い。どうしよう。じゃあ、リオンくん。ちょっとね。よし、いいよ、三脚使って。いいの？うん。私手でやるから。今誰の家でしょうって話になって。ヒント、私今とある生物を触ってるって言ったら、その生物を抱き上げられないのってコメントが来た。かわいい、リオンくんね。よいしょ、わあ、コミちゃんやんって、すいません、めちゃくちゃすっぴんで失礼します。いや、私の方がすっぴんよ、まっすぐしよう、もう本当に無理、化粧水乳液してばっかりで顔が水分量すごいね確かにでもカラコンしてるから全然、カラコンはもう必要、コンタクトつけないと私もう見えないもん、そこにあるコメント、そっか、なんか電車に乗ってる時とかも、うん、仕事終わりコンタクト外したいなと思っても、うん、あのもうなんとか息が見えなくなっちゃうから、え、もう外せない、メガネ持ってないの、メガネ嫌いなんだよね、なんで、やだよね、リオンコンタクトつけてるのにわざわざ1時間のためにメガネつけるなんてね、え、目が楽じゃない、え、楽じゃない、私メガネつける方が目疲れる、メガネって皆さん疲れません？てか、マジがメガネつけてるとこ見たことない、あんまり、え、いつもつけてるよ、え、全然見ない、あの見られたくないから人に会う時に外してるだけ、メガネを、まあ、いつも家でつけてるよ、ちょっと、何？あ、お人形ね、どうぞ、なんかもうコンタクトで慣れちゃってさ、
ごめん2ミリか。でもカラコンだろ。コミンちゃんと一緒に配信してる。そうなの、今コミンちゃんのお家にいる。え、理由説明してもいい？なんで今コミンちゃんの家にいるかというと、昨日ね、すごいこと言うよ。じゃあ私から説明した方がいいな。あ、最初は私。あ、じゃあ最初は私。え、違う最初は私だな。最初まちゃんが説明すると、うん、なんかちょっと誤解を生む人いそう。なんで？あ、じゃあどうぞ。はーい、はい、てか私昨日配信でね、うん、この後楽しみなとある方とご飯するんだって言ってて、うん、だから皆さんは誰とご飯するか知っていると思うんですけど、うん、なんとゆかり姉さんとご飯してきました。ノートラベルのノーライフのゆかり姉さんでした。一瞬だけいい？ごめん。和高さんからギフトいただきました。ありがとうございます。私のファンの方だ。ありがとうございます。お邪魔します。みーちゃんのお部屋お邪魔します。ゆかり姉さんとで、なんか本当はお昼から普通に遊ぼうって話だったんですけど、うん、ゆかり姉さんが急遽お仕事になっちゃって、うん、じゃあ夜ご飯だけしましょうってなったので、そこで私が最初ゆかり姉さんと約束した時にまっちゃんも来れるかなと思ったんだけど、まちゃりんが舞台の真っ只中朗読劇だったから、うん、お昼からは絶対無理だなと思って、うん、ゆかり姉さんと2人で遊ぶあれだったんですけど、夜ご飯になったから、あ、じゃあまちゃんも来れるかな夜ご飯だけだったらと思って、昨日集合場所の10分前ぐらいに、あ、違う、それでこれまだ理由があった。朗読劇って多分9時ぐらいまで時間かかるのかなと思ったら、まっちゃんなんか SNS でさ、うん、ありがとうございましたみたいな投稿した。なんか、あ、終わったんじゃねって思ったんだよね。なんか、うん、投稿したのはなんだろう、その後だよ。まっちゃんのツイッター見たのかな、かはその朗読劇のホームページ見たのかな。うん、出てきた、タイムライン出てきた。あれ、千秋楽ちょっと終わんの早いかもと思って。あ、だからそう、なんか舞台って結構9時ぐらいまでさ、着替えたりとかかかるやん。まあ、で、あ、今日千秋楽だったんだと思って、で、あ、もう終わったかなと思って一応声かけてみようと思って、まっちゃんに、うん、この後ゆかり姉さんとご飯するんだけど、まっちゃんもしよかったらちょっとご飯一緒に食べないみたいな連絡したら、まちゃが奇跡的に近くにいたんだよね。奇跡的に、めっちゃ奇跡的に近くにいて、あの、歩いて行ける距離だった。そう、一駅差、本当に一駅差にいて。あ、でも私の場所みんな知ってるから、じゃあ駅行ってもいい？いいよ。え、渋谷から原宿、うん、なんか原宿でご飯するって言われて、私今渋谷来るって言われて、うん、あ、なんかちょ、うん、じゃあ本当にもう家に帰ってショールームするつもりだったのね、そのまま。で、どうぞ続き。で、一緒に舞台お疲れ様ってやって、うん、ご飯をちょびっと食べて、うん、で、帰ろうとしたらとんでもなく豪雨ブチャー、豪雨すぎてプシャー、あー、もうやばかったよね。やばかった。私傘も、コミちゃん傘持ってて、私持ってなくて。しかも私が持ってたのが日傘で、そう、ちっちゃいし。差してんのにびしょ濡れて、うん、ちょっと一瞬待って、うんうん。私のお父さんに連絡をしたところ、うん、お父さんが迎えに来てくれるということで、うん、ならマチャリンも乗っちゃった方が早くないということで、お邪魔してます。お邪魔します。だってさ、マチャリンにタクシー乗りなよって言ったらさ、そのパパが迎え来れるって分かんない時に、うん、歩いて帰りますって言ったの。いや、あの、さすがに原宿じゃないけど、そう、近くまで行って、近くまで行って、あ、まあ、傘買って、もう、え、この時間歩いて帰るのはダメだと思って急いでパパに連絡したら、
パパが迎えに来てくれて、せっかくだったらお泊まりするってなって今です。すごくない？台風じゃなかったら配信できたよね。確かに台風じゃなかったら。プシャープシャー、もう本当にすごすぎて、すごかった。まちゃんと記念写真撮ったもんね。撮った。びしょびしょ。一旦ちょっと休憩したしね。一旦休憩した。そう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 、ちょっと一旦休憩しようかってなって。そうだってさ、うん、傘さしてんのにさ、うん、もうびちょ濡れなんだよね。あのスカートとかも濡れてた。だから迎えに来てくれて、ね、えぞもんさんも、えぞもんさんから可愛いいただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ねえちょっと待って、可愛すぎるんだけど、マチャリンとリオンのこのチョコ伸ばして、伸ばす、この見て、可愛い、マチャリンに手やってんの、ま、私とマチャリンの間に座ってくつろいでます。リオンが可愛い、思ったよりおとなしい、びっくりした。リオンはおとなしいよね。そうだから、うん、だからマチェリンが初めてのお泊まりです。そうです、お邪魔してます。めっちゃ可愛い部屋。でもなんかほんと急遽だったから、うん、全然部屋とか片付けてなくて、うん、ポロ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 、ごめんとか言って。全然いいよ、私の方、私の部屋の方が汚いから。あ、休憩時間終わり、またね。あ、またお仕事頑張ってください。レオン君両手に両手に花やなって。何？豆乳入れたの？違う、ミックスした？薬が全然溶けなかった、ビタミンの。その中に入れたの？後でまた水入れて飲みます。リオンは人見知り全くしないんですけど、うん、本当に可愛い女の子が好きなので、うん、あのおじさんとかが配達のおじさんとかが来てくれて、うん、なんかリオンくんみたいな、なんかワンちゃん可愛いですねみたいな来てくれても本当に行かない、うん、おじさんには本当に行かないです、うん、女の子にしか行かない。オスなんでね、オスなんでね、リックね、うん、リオンくん絶対なんか美的センスあると思う。遊びに来る人みんな可愛いもんね。だってね、いやいや、遊びに来る人、もうそもそもコミちゃん可愛いから、もうそんな環境にいるからね。え、幸せ、おとなしいでしょ。本当に楽しい。私、そう、本当に昨日も痛くて申し訳ないけど、本当はチワワがちょっと苦手なの。チワワって結構テンション高い子が多いじゃん。テンション高い、ずっとワン泣いて知っていても聞かない子はちょっと苦手かも。でもこの子全然泣かないし、めちゃおとなしい、めっちゃ可愛い、ずっと触りたい。リオンはおとなしいよね。本当に可愛い。めっちゃちょっと触ってる、私。ずっと触ってる。もう王子様として育てられてきたので、うん、王子様のあのオーラを感じてる。本当だよ。本当甘えん坊なの。だからね、自分のこと犬だと思ってないから。うんだね。そう、本当に人間だと思ってるから。うん、だから犬用のねコップで飲まなくなっちゃって。だからもう人間用のコップをリオン用にして、それであげてんの。お皿もワンちゃん用のドッグフード皿とかあるじゃん、うん、食べなくなっちゃって、人間用のお皿を買ってリオン用に。え、でも昔は、昔は食べてたよ、ドッグフードとか、うん、ちっちゃい時は。もう今はもうママが手作りしてて、ひき肉とキャベツとさつまいもと人参を茹でて細かく切って食べてる毎日。だからもうそれにコンソメスープ入れたらね、コンソメスープになるし、
カレーのルー入れたらカレーになるから。へえ。なんかスープでさ、キャベツとさ、コンソメスープとかってキャベツとさ、人参となんかベーコンとかあるじゃん、うん、でそれがベーコンなかったからひき肉だった時があって、うん、もう家族パパと私で、え、これリオンの餌入れたって、リオンの餌入れたんじゃないのってママが違うよ失礼なとか、ね、リオンもね人間の食べ物食べてるから食べれるんだけど、パパと、え、なんかちょっとリオンの餌そのまま入れられた気持ちになるな、ひき肉だと思って面白い、かわいい、その王子様だね。もうめちゃめちゃ綺麗、ここの骨骨の形褒められてるよ、リオン初めてだね、初めて褒められた骨、めっちゃ綺麗、頭ちっちゃい、こんなちっちゃい頭あまり触ったことないから、人間のから、あの頭じゃないからとかさ、うん、もう自分のベッドで寝ないの、うん、あーなるほどね、一緒に寝てるよね、うん、そう、しかもね奇跡的にね今日公園あるじゃん、うん、本当は一回家に帰って荷物準備して公園行くのが一番ベストだけど、でも私本番終わったからメイクポージとかもろもろ持ってるのね、ね、歯磨きも持ってたしね、うん、そう、そもそもすごいこと言うよ、ってことは私3日間家に帰ってない、それすごいよね、本番中に今日はさ、千秋楽終わって本番終わったじゃん、うん、本番期間中にお泊まりできるのがすごい、なんかね、ね、その数日前に共演者のお姉さんに、うん、え、お泊まりに行ってもいい？いいよって言われて、お、おほほほほって1日目泊まっ、あ、でもね、あの返信が遅かった、あの本番初日言えててから LINE 見て、あ、いいんだって、でももろもろ持ってるからいいやって思って、そのまま初日終わってそのお姉さんのお家に行って、で、明日はいいよ、すごいね、数日間2日間、そのお姉さんにちゃんと感謝しなね、うん、してるちゃんと感謝して、めちゃめちゃしてる、で、そのまま、あ、千秋楽終わって家に帰ろうと思った時に LINE 見たら、今ゆかり姉さんとご飯するこれからするけどって、場所は原宿、あ、隣、あ、じゃあちょっと飲み物を飲んで帰ろっかって思って、一回久しぶりに、だってアフタートークの日は最後か、うん、あったのが久しぶりに、3ヶ月ぶり、え、4ヶ月ぶり、いや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 、アフタートーク3ヶ月か、覚えてない、あっという間だね、だからちょっと飲み物飲んで、夜ご飯食べるつもりがなかったから、夜ご飯、あ、飲み物飲んで帰ろうと思ったら、めちゃめちゃ楽しくて話長くなっちゃって、でお店出てたらパーってなって台風で、うん、で、だからまさか宮崎にお泊まりです、まさか3日間家に帰ってないと思わなかった、言えてる時に、確かにこんなにうちの植物大丈夫かなってちょっと思った今お水あげないとお水あげないとそろそろちょっとやばい、家に帰ったら最初にすること、お水あげる、コミハルレッスン着を着てるマチャリンです、一緒に着て、だから本当にすごいすごい、全然家に帰っ、そうだね、家に帰ってなかった3日間、すごいよね、1日泊まるつもりだけど3日間、しかも違う人の家、すごい、舞台期間中っていうのが一番すごい、初めてです、舞台期間中に人のお家に
お邪魔するのは。でも共演してるから同じタイミングのスケジュールだからね。あ、でも確かに私もあれだ、仁義なき戦いで博多座の時めっちゃ人の家に、あのリミカちゃんっていう HKT さんのメンバーに泊まってたわ。ほうほうほう。ホテルがめっちゃ嫌だから、うん、なんか来てって、うん、ホテルは横山さんと泊まったり、うんうんうん、別に普通に自分で泊まったりしてたけど、うんうんうん、なんかリミちゃんが結構来て系だったから、うん、すごいね、5人とかでお泊まりしてた。そう、ナナさんと、うん、秋吉さんと、うん、ジーナさんと、うん、上野遥さんと、うん、リミちゃんと私、うん、6人だね。6人でお泊まりとかしてました。うーん、広いね。ナナさんがめっちゃ入ってくんのよ。何が？あの縄張りというか、人のベッドのさ、うん、こう一緒に寝てる時でさ、うん、ここの一列がこんな感じで区切られるじゃん、うん、もうめっちゃ入ってくんの、ナナさんが。頭だけこうやって、あ、かわいい。そう、だからもう私と秋吉さんの間にナナさんだったんだけど、うん、私、秋吉さん、私、ナナさん、リミちゃんだったの、うんうんうん、で、他の方はリビングで寝てて、うん、めっちゃ入ってくるから、リミちゃんとナナさんの顔をこうやって真ん中でそーっと置いて、うんうんうん、でもこうやってその動画が TikTok に上がってるので、めっちゃこのなんか、なあちゃんが顔をあれしてるのはユーリーかなみたいな、すごいコメント来てたんだけど、ごめんなさい、ユーリーさんじゃないです、私とリミカちゃんです。どや、すいません、どや。いや、見るなぁ、入れるよ、ね、いいよ、こんな甘えてんだよね、こんな私の太もも舐めてる、甘えてんだよね、太もも舐められた、あ、どうしようっていうこと、めちゃめちゃピシュピシュ、太もも舐められた、ついつい初めて太もも舐められた。そういえばワンちゃん飼ってるともう当たり前になりますよね、もう当たり前、それが、うん、ワンちゃん飼ってないから私にとっては当たり前じゃない。甘えてんだよね、リオン。かわきい、かわきい、かわゆい。てか今日脚本来ないと、うん、うん、明日本読みだね、やばいね、やばいね。でもノートラ本読みなかったじゃん。うん、急に稽古だったよね。うん、だから本読みあるって優しいなと思った。うん、いや、でも私本読み苦手、あの空気、本読みの空気怖くない？怖い、本読みの空気一番怖い。だからノートラが本読みないんだ、よしと思った。でもね、ノートラは本当に優しかった、みんな、うん、本当に優しくて、うん、カルコメもめっちゃ優しかったんですよ、みんな、うん、でもジョーステも絶対優しいのは分かってるんですけど、うん、ちょっと緊張してる、うん、大人数じゃん、大人数、本当作品が暗い。確かに、なんか笑うとこないもんね、ふざけるとこも、ノートラ結構ふざけるところふざけてたから、飛び魚とかね、飛び魚めちゃくさけてた、楽しくやってたから楽しくできてたけど、うん、ちょっと稽古不満だな、私精神えぐられそう、純潔の女王の稽古が一番精神えぐられたもん。そん過去一、なんか今まで出てきた舞台が、うん、本当にみんな優しくて、うん、でスタッフさんも本当にみんな優しくて恵まれてる環境だなって思いながらやってて、で作品も明るいとやっぱさ、和気あいあいになるじゃん、うん、でも純潔の女王の時はその自分が主役なのに
自分が一番稽古に参加できてなくて、うん、重力シンパシー公演のリハーサル期間と丸かぶりで、うん、だったし、歌とダンスさ、それぞれで稽古だったじゃん、うん、歌の稽古が本当に私は苦手で、うん、好きだ、得意だった歌の稽古。でも私ソロじゃなかった、ソロのところなかったから大丈夫だった。なんか、うん、だからそうだね、なんかみんないる中での歌稽古だったから、私とカタリーナ2人の歌の稽古でも全員いたの、うん、で他のみんなは休憩中みたい な、うん、なんか全員に聞かれてる中で、うん、はい歌ってみたいなので、でもカタリーナは言わずもがな宝塚さんの卒業で超上手じゃん、うん、でもカタリーナ歌ったらみんななんか綺麗みたいな拍手みたいな、うん、その後に歌うの本当にしんどいと思って、そんな感じだった。そう、なんか本当にみんな悪気とかなく、あのえマジ綺麗だよねみたいな感じの素直な感想だったんだけど、うんうん、その後に歌うのが辛すぎて、でなんかシエナ声ちっちゃい、はいみたいなだから私純潔の女王の稽古中に3回ぐらい号泣してる。それ聞いた、聞いてびっくりして、どうし聞いた、私に1回言った、うん、調整ってどんな感じって聞いたら、調整先輩じゃん、うん、私今年出て、コミちゃん去年だから、どんな感じ、え3回泣いた、オタク英語で3回泣いた、えどうしようどうしようと思った。でもうちそのパートがなかったから大丈夫だった、全然何も言われてなかった。なんか本当に厳しいとかじゃないんだけどうんうん、うん、その空気ね、空気と自分ができない不甲斐なさと申し訳なさで、誰からも責められてないのに責められてる気持ちになっちゃって、通し稽古の後とかもなんか歌の先生の顔見ただけでめっちゃ泣いちゃうみたいな、なんかもう何か言われる前にまずごめんなさいしか出てこなくて、めっちゃ辛かった。今思い出しただけでも泣けてきちゃう。でも私お稽古もちろんいなかったけど、うん、本番見てて全然そんな感じなかった。堂々とめっちゃ堂々と踊ってて、めっちゃすごかったよ。また布団も舐められてる、布団も舐められてる今、うん、から本番見てて全然そんな感じしてなかったから、うん、すごかった。歌のシーンが怖すぎて怖すぎて、でもできる、やるしかないじゃん、まあだから本当に舞台の初日でようやくちゃんと歌えるようになったかも。あ、そうなの。うん、なんかシエナとカタリーナのパートで、うん、カタリーナは途中で息継ぎできるところがあったんだけど、うん、歌詞的にシエナは全部息継ぎしないで歌い切ってみたいな感じ で、うん、でその息継ぎしないで歌い切るのが何よりも苦手で、なんかもう酸欠みたいな、で先生にどうやって酸欠にならないかみたいな教えてもらって、なんか床に手をつけてで吸い込むと肺に入るからその訓練をしなさいとか、もうずっと家でプランクトンしながら大声で歌うみたいなのをずっとやってて、だからなんかね、カタリーナが言うには本番中カタリーナの手握ってなんか大丈夫だよ私手がついてるみたいなこと言って双子のお姉ちゃんが歌い出すんですけど、いつも私手震えてたらしくて全然気づかなかったんだけど、私はじゃ手震えて生まれた瞬間が同じって言ってたんだから緊張してたんだなと思って、ちょっとだから本当に脚本を見てどうする、今回前回はまだ半分だけど今回は、そうなの、そうだよね思った、めっちゃ舐められて、おいでるよ、なんでそんなにまちゃんの方行くの、あ私の方が好きも遅くない、ごめん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 てか私が足出してないのが悪いわ。そっか、誘惑、靴下履いてる、誘惑？誘惑なの？リー君、くすぐったいって。
今めっちゃ太ってるのに、そんな太ってる私の太もも魅力感じた？リオン美味しい、めっちゃ美味しそうな顔してるんだけど。甘えん坊だ本当に。ピシュピシュ。リオン、でもリオンジーパン入ってても舐めるからね。ジーパンの上から。そう。だからもう舐めたいのどっかを。あ、甘えてんだよね。聞こえる？このニャンニャンニャンの音。絶対聞こえてる。かわいい。すごい。稽古場遠かった？見た？あ、知らないの？知ってる。ああ、うん。でも私行ったことない。私もない。なんか舞台系あるじゃない？え？前の上司と同じところじゃない？嘘。朝っけ。本読みか最初の数日間は違うけど、え、待って、その後一緒のとこかな。うん、前あの純潔と一緒だと思う。あ、そうなんだ。わかんない、あの息は一緒。お稽古歩くよ。ああ結構歩くんだよな。あ、そろそろ休憩は。ああ、仕事頑張ってください。食べたいのでは。食べたいの、食べたいの。みやくん、あ、ごめん攻撃された。いや、私あの曲めっちゃ好きだった。でたらでたらめっちゃいい曲じゃない？なんかね、本当にあの寝落としたらそのメロディーが出てくる。本番期間中に眠れない。でも上手な曲いつもいいね。全部いいよね。え、最高にいい。待って、皆さんに聞きたいんですけど、今低画質？今低画質ですか？本当に自分の気がする。心配してる。ザラ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 感。眠りに良くない音楽。めっちゃ、でも本当にいい曲。めっちゃいい曲だからね、ニャン君。聞いたことないかい。昨日3日間連続朗読劇やって5公演。今日は劇場公演。明日は本。顔合わせ本読み。ねねねね。うん。9月の、うん、稽古だっけ、うん、でも明日からずっと本番までは基本だよね、うん、でもなんか急遽あの人によって、うん、一応お稽古は毎日続くけど、人によって毎日の時間だったり休憩のそれはあるかもしれないけど、うん、じゃあ。でも私たち多分全然ないと思うよ。うん、ダブルキャストのシングルだから。え、上手でダブルキャストでやってた？うん。上手、前回の上手そもそもみんなシングルだった。あ、そっか。なんか純潔の上の時もダブルキャストだったんだけど、うん、その10時から、うん、夜の22時まで稽古だとすると、うん、10時から5時までがアークで、5時から22時までがコフィーみたいな感じだったの。私たちずっとぶっ通しだった。でも私イリス、その今年の6月の舞台。何？
降りるみたい。降りるな。どうぞ。今年の6月の舞台は、あのお話し会がかぶってバトルになったけど、その時基本隣で見てた。ああね。そう。だから効率いいかもしれない。何するの？私の荷物？置いて置いて。リカ。私の興味津々。興味津々確かに。隣で見てた系ならいいな。うん、結構効率は良かったけど、ダブルキャストとしてはちょっと集中しないといけない。ちょっと怖かった。何人ぐらいいた？ダブルキャスト少なかった？いや、少なくはないかな。何人ぐらい？6、7分かんない、覚えてない。何回やったの？イギリス全公演で回数全部12でダブルが6。なんか稽古スケジュール来てたな。一応来てた、来てたけど、でも細かいスケジュール来てない。ね、私のお洋服ダメ。うまないね。まあいいけど。リクダメ。かわいい。言われたらもうダメで言えなくなっちゃうもん。めっちゃキュトンとした顔で、うん、なんでダメなの、うん、って顔してる。なんでダメなのみたいな。かわいい。え、ダメなの？かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。リクめちゃめちゃかわいい。あ、ダメ。何尻尾振ってんの？よいちゃん。いいね。ダメ。うん、ダメだよ。まあいいけど、いいよ、いいよ。志賀さんギリギリまで脚本考えてくださってるよね。なんかビジュアル撮影の時来てくださってて、でその時もポスター撮影終わったらすぐに、あ、脚本練らなきゃって言って急いで帰ってた。そっか。リオン。あ、ベッド乗りたいんだ。これ自分の力じゃできない。できるけど、うん、乗らない。よいしょ、いいね。おいじゃ乗ってる。黒がくまちゃん、ありがとうございます。小山さん、たくさん可愛いいただきました。うん、というわけで昨日配信してなかったんです。申し訳ないです。こんなに遅くまでと思わなかった。飲み物ちょい飲んで、半分飲んで挨拶してちょっと話して帰るつもりだったけど、めっちゃ楽しかったから。あ、メールも遅くなりました、すいません。だってゆかり姉さんと会えたの久しぶりだもん。アフタートーク以来、アフタートーク以来もう連絡取ってなかった。うん、私はあのジョーステの、うん、なんか発表、星を女王に落つの発表で、コミちゃん主演おめでとうって連絡くれたのと、うん、あと美人百貫見てたみたいで、ゆかり姉さんがコミちゃん乗ってるっていう連絡をくれました。それは嬉しい。本当にお姉ちゃんみたいで優しいです。アサルトリリーちょっと見たかったな、この前の。うんね、大人気だよね。うん、見たかったけどバタバタしてた。完売じゃなかった全部？え、わかんない。なんか書いてた気がする、ゆかり姉さんが X に。そっか、 X に、うん、そっか。だってアサルトリリだもん。あ、かわいい。にゃん、なんでそんなかわいいの。でも本当にゆかり姉さんがめちゃくちゃ忙しくて、うん、昨日もお仕事が終わってすぐに駆けつけてくれたので、
そもそも始まりが遅かったもんね、みんなお仕事終わりの集まりで、うん、私もお仕事終わりだった12月のアサルトリリはゆかりちゃんも出るよ。え、そうなの、待って、うんって言っちゃったけどそうなんだ。ゆかりちゃんって誰、ゆかるんさん、ゆかるんさん、ゆかるんさんね、あ、ゆかる、あ、ゆかるんさんってゆかりか、あ、佐々木ゆかりだなんかゆかるんさん、ゆかるんさんって言ってるからさ、うん、わかるよ、なんかりって不思議な感じだね、ルに感じちゃう勝手にあ、でも分かるよ、なんかそのうん、人のだってコミちゃんのことはるかちゃんって、え、そうそうそう、はるかちゃんはるかってなるよねみんなコミちゃんって言うからさ、なんかコミちゃんだよねはるかちゃんが、はるかちゃん誰ってなっちゃう。はるかちゃんなんて言う人いるの、私は聞いたことない、まなみしかいない、まなみだけ唯一はるかって呼んでた。でもはるかちゃんじゃないじゃん、はるかちゃん、大川りおちゃんがはるかちゃんって呼んでたわ。でもそれも同期、同期じゃない、同期だね今親パクしてる、何何か何顔なの、私の話ちゃんと聞いて、こういう顔はこういう顔してる、何何訴えてんのか分かんない、どうしたの。お、今お仕事休憩中です。お、何を訴えてるの私に。今何時、今1時9分1時半までやる、うん、いいよ、マジリと充電器交換庫、交換庫、ごめん、え、何時までやる、1時半私は1時半だね。あ、じゃあ私準備してていいよ、マチャ、うん、私も1時半だ、うんだね。この後劇場公演です。ね、スタバのさ、うん、スタバあんま飲まない？普段。うん、飲むときは飲むよ。お芋フラペチーノめっちゃ美味しかった。新作？最近飲んでないな、スタバ。好きだけど。最近飲んでない。なんか最近タリーズにハマって、うん、リスタ？ほう。にハマったんだけど、ちょっとまたスタバ美味しいなってスタバに戻ってきた本当に、よ、あの今日の衣装が不安、本当にめちゃ太ったから、おいでるよ、どうしよう、あ、今度は私になった、あ、なめ、待って、今のだめカンタービレ追加席予約やってた、嘘でしょ、ね、ごめん、本当に今ちょっと見てきていい、どういうこと、びっくりした、今びっくりした、見てきます。私より自由人の人いた、え、待って、追加席どこ、え、これさ、ママにさ誕生日プレゼントにするって言ってね、のだめカンタービレの舞台のチケットを、うん、おー、なのに完売されて、完売されて、うん、マジ9万とかで売ってて、一人だよ、やめりと思って、しかもそれってちょっと転売になっちゃうじゃん、あーね、それは、え、待って、先着発売9月2日11時より発売開始、13,000円、9月2日、もう一昨日、一昨日じゃん、え、何これ、電話でしか行けない感じ、アラマ、え、どういうこと、アラマ、あらま、でも2日はもう過ぎてるよ、みおくん来る？来る？来る？ここに来る？来る？あ、降りたいっぽい、いい？いいよ、来る？うーわ、ただいま大変混み合っております、だって、あらま、おー、マジ？あ、待って、シギタンから相当いただきました、ありがとうございます、本当に人気すぎ、ありがとうございます、ねえ、マジ、え、X で調べてみる、あの、まだ残ってるかどうか、しかもすごいよ、何、舞台機材配置確認のため
販売を見合わせていた一部座席を追加席として販売いたしますなの。だから普通は売らない席を人気すぎて1万3000円で売りますって。それももう混雑で、やばくない？公演何公演全部何公演あるの？すごくない？すごすぎない？あ、フォローしました。ありがとうございます。フォローしてね。夜配信もやります。え、だってめっちゃすごいのよ。何？あの、知ってる？めっちゃ人気のドラマで、映画までやってたんだけど、すごい。その主人公が舞台でも主人公やんの。あ、上野樹里さんが。おお。私なんかあの他にも本当に有名な俳優さんがやってて、そのドラマと舞台、ドラマと映画、で舞台もそのままやんの。え、もうってことは見たドラマが生で舞台で見れるってこと？そう。待って。しかも会場がすっごい広い帝国とかじゃなくて、なんか600キャパぐらいのとこなんだよね確か。フラガールやってたとこな気がする。ズッキーが。渋谷？私は分かんないな。すごい。撮りたいよ。混雑中？なんかただいま混雑中のこのフレーズがめっちゃ嫌いねえ、入れないって悔しいよね。頑張ってただいま混雑中で何度やっても入れませんサイトに。しかも2日からじゃない？もうないかも。あれ、見切り席ってこと？多分そうだと思う。そっか。でも、それとも1万3000円。あの、オーステ見切り席で見させていただいたんですけど、電話してみたってない？電話ってなんかちょっと集中ない。緊張するな。だってあれはそもそも販売されてないの。招待。もう、本当本当は招待的販売開始の翌日より座席がある場合によって予約してしまう。オーステがね、前のオーステめちゃめちゃ人気で、本当はギネのみギネ来てほしいみたいな感じだったけど、ギネ推しどうしても行けなくて行けなかった。そう私も本番見たけど後ろの席だった。で、クミちゃん見たのが千秋楽。うん、千秋楽でなおさら本当に満席でできなくて、だから見切り席だった。とか めちゃめちゃ近くで、私めっちゃ後ろだった。クミちゃんめっちゃ近くで見た。最前だった。2列目だったけど、1列目なくて私とアミの席。どういうこと ?1 列目。2列目だけど、私とアミの席の前が、もはやもう席なくて。あ、端っこすぎて多分。そうなんだ。そう。え、すごい。じゃあ本当に細かく。表情とかも見れる。え、もうね、前が扉で、うん、そっからキャストさん入ってきて演技するって感じだったから、あれが触れちゃうねってぐらい近かった。なるほどね。あのあれが、あ、だからアミさん気まずいって言った。え、そう。なるほどね。アミもどうしようみたいな。でも本当にここで演技なさってんの皆さん。目の前、うん、なるほどね。あの立候補会のあのドアあるところのあれ、タマリンド美味しいよみたいなちょっとバカにされて言って言って、なんだっけ、グアバ、グアバ、バナナ、グアバ、タマリンド、どれも美味しいよだっけ、グアバ、バナナ、タマリンド、どれも美味しいよ、あ、それください。どうぞ。どうも。昨日もこの話したよね。どうぞとどうもの順番ね。順番問題。どうも。
とマミーが一旦電話をかけてみてくれるそうです。うん、あっ iPad、 よいしょ、 iPad 落ちたね。にゃんくん、にゃんくん来る来るかな、来る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 、来ない、昨日で完売だって。あら、もう一日で完売だわ。あらま、つらてか毎回知るの遅いんだけど、私なんでそんなみんな逆に知ってるの。どうやって情報を得るの。公式 X をフォローしたら、公式 X ってあるのかな、それであれしてるか。もう早い、みんなすごい。しかもさ、あの上野樹里さんの相手、役の方もやっぱ舞台ですごい人気の方だからさ、原作でも大人気なのに映画になっちゃうぐらい、もともと漫画であれか、あの音楽の、そう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 、指揮者と、ああ見たわ、あれね、あのタイトル覚えてなかっただけで見たわ、ね、あれかあれか、もともと漫画で、え待って、私あれ結構若い頃見たのね。えそう、結構若いよ。うん、えすごっ、え待って、私も行きたくなった。もうそうだよ、知ったらみんな行きたくなるよ、それは完売するよ。だからさ、うん、なんでそんなにキャパちっちゃいんだろうと思って。近くでお届けしたいだけじゃない、もっと大きいところが良かったな。大きいところ、でも確かにあの作品なら帝国とか、うん、国立とかもできるんじゃない、うん、だって上野樹里さんだよ。そうだよ、もう上野樹里さん見れるだけでさ、作品もすごいし、キャストもすごいし、待って私も見たくなった。舞台、舞台か、カナピー、今まで見た舞台の中で一番すごいと思った舞台は、ダントツでハリーポッターだね。ああ見に行ったの。うん、最前で見た。最前で、なんか藤井、あ誰だっけ、私がすごい好きな俳優さんが、うん、ハリーポッターやる会があって、うん、すごい好きなのに名前出てこない、急にど忘れしちゃった、ごめんなさい。本当にコミちゃん人の名前を覚えてない。そうに人の名前が一番覚えられないんだ。昨日もなんか言ったよね、なんか、え、なんだっけ、なんだっけ、誰の名前、藤原竜也さん、ああそうの名前覚えてなかったの。すごい、藤原竜也さん、よく逆に正解してくれましたね、コメントで。そう、ありがとうございます。藤原竜也さんの回予約したんだけど、予約したんだけど落ちちゃって、落ちちゃったんだ。でもう一回違う方で予約したら、最善だったから当たって、うん、でママと見に行ったんですけど、うん、本当にすごかったの。なんかもう仕掛けがわかんないの。空とかめっちゃ飛ぶんだけど、うん、最前なのに全く見えないの、糸とか、その安全装置とか何にも見えないし、安全装置すら見えないの。だから、え、こんなみたいな、見てるこっちが、超高いの、かもすごい、めっちゃ高いのに何にも見えなくて、とかなんかこう杖から戦いで炎出るんだけど、うん、それもちゃんと杖から出てて、杖の先っぽから、外、まあ、なんか周りのさ、すごい端から出てるとかも何にも見えないし、なんか水から這い上がってくるシーンとかもあるんだけど、うん、もうびっちょびちょで濡れてて、あ本当に水なんだこれみたいな、もうガチ濡れ、ガチ濡れしてまた吐けて、多分全部乾かしてすぐ出てきてんだなみたいな。
もう命がけの舞台だなと思って本当に面白かったです。すごい、え、待って、それは見てみたいな。え、でも結構最近、いや結構見に行ったのは前だけど去年の冬だね。うんうんうん、最近じゃん。え、去年の冬って最近じゃなかった？ああ、じゃあ半年前だよ。ああ、だった。あ、ごめん、ちょっと前ね。でも、うん、だってさ、普通舞台ってさ1ヶ月、1週間じゃん、うん、1週間、2週間だけど、いや、規模によって。ハリーポッターはあれ何年、キャストさん変えてやってるから、うん、数ヶ月間ね。あれもう多分何年とかの話になるのかな。ああ、そっか、なるよ。あんな規模のなるよ。本当に素晴らしかったです。マジで楽しかった。いいな、すごすぎる。からずば抜けてハリー・ポッターですね。うん、と12期生の岩田カレンちゃんも出演してた。あ、そうなの、すごい。カレンさんの会見に行った。すごい、私すごい、あのレベルのオーディションだもんね。そっか、オーディションなのがすごいよ、うん、しかもめっちゃ準主役ぐらいの役。そうなの。ハリーポッターの息子とボルデモートの娘の話なんだけど、そのボルデモートの娘がカレンさんだった、うん、ハリーポッター娘いるの？息子？ハリーポッターは、え、いるの？結婚したの？うん、いる。ごめん、私半分しか見てない、後半見てない、あの今までのシリーズ。始まって1年半経つって、ハリーポッターの舞台。はあ、すごすぎー、すごすぎー、すごすぎるわ。リー君、いや、私が畳んだのに。リー君、リー君が、二人子供いるね。いるんだ。子供三人だね。ハリーポッター？うん。息子、息子、娘だね。アン？待って、全然情報でが知識なさすぎて、お恥ずかしい。めっちゃ面白いから見てほしい、最後まで。ハリーポッター、まだやってるの？まだやってるのってどういうことだ？え、舞台まだあるの？え、あるよ。あるの？うん。でも舞台はちゃんと映画を最後まで見てから見た方が絶対面白い。映画最初1話2話多分めっちゃ何度も見たけど、途中から最後にハリーがお父さんになって終わるの。はあ。で、その映画の続きが舞台なの。え、もう、 そうだから本当に弱いから、絶対映画を見てからじゃないと分かんないか。あの、分かんないと思う、あんまり。そっか、続きの感じが、ん？みたいな、誰この男の子みたいな、とか、なんでその男の子がその名前になったのかも分かんないし、うんうんうん、でお願い、もう舞台をもし見に行くとしたら本当に絶対映画を先に見て。わかった。え、うん、舞台まだやってるよ。ずっと？しかも主役の方、藤木さんだよね、新しく。藤木さんって、藤木さんめっちゃイケメンで有名な藤木直人さん。一回見に行きたいもん。そう、わお、わお、もう一回見に行きたい、本当に。来年の3月まで予定している。わお、長いね。お姉ちゃんは向井理さんの回見に行った。わお、すごいね。お、出てきたカタカタの名前がすごすぎる、
たいわ。ハリーポッター12月まで予約受付中だって。ああ、12月まで。しかもめっちゃ長い、2部作って感じ。一回休憩挟んで、はあ、はあ、はあ、はい、そっか。え、本当にすごかった。ああ、なんかエンターテイナーって感じだったし、アトラクション乗ってるみたいだった、あまりのすごさに。でもやっぱ稽古とかもマジで大変だったって言ってた。帰れないんだって。帰れない、もうお家に。本当にずっと稽古で。そっか、それぐらい。本当舞台はもう生ものじゃん、うん、でも本当役者さんとかスタッフさんがもう命削って作り上げて、うん、その作り上げたものを生ものでお届けしてるっていうことになるので、うん、私とマチャリンも頑張りますので星を女王に追つマチャリンのファンの皆さん、コミハルルーム見てくださってる皆さん、お待ちしてます。お待ちしてます。そうだね、上捨ては本当にカロリー高いです。カロリー高いです。本当に私たち頑張ります、うん、純潔の女王はマジで過去一大変でした。ということは星を女王に落つもとんでもなく大変だと予想されます。いやしかも今回もコンサートとかかぶってるじゃん。武道館コンサートとかぶってる。3日間だよ。だから本当に頑張るので舞台見に来てほしい。お待ちしてます。お待ちしてます。ちなみにハリーポッターより昔の話が映画になる。どういうこと？ハリーポッターより昔のファンタスティックビーストの話じゃなくて。わかんない。ジョーステッで生田テルさんが出てるやつ。ああ、前回のジョーステの主演は生田さんです。かっこいいよ。本当にかっこいい。うん、ファンタスティスファンタスティックピストピストだねっていう。ごめん、カタカナ苦手カタカナ苦手。スケジュール読めないな。自分のしばらく休みがないからスケジュール読めないのね。よく寝てる。ついちゃったり読む、うん、寝てる。今日の劇場公演も頑張ってください、うん、頑張ります。今日劇場、あ、でも今週もう一回やる劇場公演。聖者の聖誕祭で。え、出るの？うん。あ、まあでもそっか。そう、私出な。知ってる。稽古だ。私じゃいないんだ。私、と思って、その、うん、お稽古期間中なんだけどって。まあでもコミちゃんいる。いないって思って出演者見た。いない、さっきももういない。ゆずと私はポジションいるからね、うん、そうそう。で、私と千代ちゃん同じで、千代ちゃんこの間卒業されたので、うん、そう。で、みずみも私のポジションできるけど、だからお稽古期間中だからもうみずみかなと思ったら、私、あ、コミちゃんおらん。いないって。だからその日は私はいない。あ、お稽古期間じゃお稽古に終始したいタイプの人。私どっちもできる人。私器用じゃないから、うん、何してんの？何しようかな、髪の毛今日公演。どうしよう、私何しようかな。今日の公園のお弁当は何でしょうか。
なんだ。なんだろう。劇場行ったらサーティワン食べよう。あの千代さんの卒業公演の時にもらったもらった差し入れと、おりんちゃんの生誕祭の時にもらった差し入れ。もうサーティワンが溜まってる。サーティワン貯金。サーティワン貯金。よし、仕事戻ろう。お仕事頑張ってください。何お弁当が一番嬉しい？へえ。公演ってむずくない？むずいね。なんかさ、その日の気分とかもあるし、普通の時のロケ弁はキザンとか、うん、スタヤとか、キザンいいね、なんかトリキューとか、うん、オーベルジーヌとか、なんか名前が分かるお弁当が多いんですけど、うん、公演って本当に初めましてのお弁当ばかじゃない？うん、初めましてのお弁当、あら初めましてみたいなお弁当が多くて、でものり弁最近多いよね、うん、たまにある。のり弁にちくわの磯辺揚げに唐揚げポンポンってなってるお弁当2日連続それだった。公演の時2日連続 A 公演の後僕隊で、でも今思えばすごくない？お弁当注文してくださった、さってるスタッフさん。私その仕事やりたい。お弁当注文係やりたい。いや、それ係じゃないと思うんですけど。差し入れもやりたい。で、TikTok やりたい。今日の AKB メンバーへのお弁当の差し入れは？いいね。栄養を考えて。今日は2回公演なのでエネルギーが必要だと思って中華。あ、うん、楽しそう。 AKB48 の給食係みたいな TikTok。 食べ物の TikTok って見たくならない？見たことない。食べ物しか見ないんだけど逆に TikTok。 TikTok なんかお店の紹介ならあるけど、お弁当みたいな差し入れとかお菓子とか、うん、そういうのばっか見ちゃう。雨は止んでますね今のところ。マジ雨女？うん、全然。でも晴れ女でもないし雨女でもない。じゃあ大丈夫だ。雨女って言ったら、マチャのせいだって言う？うん、言わない。でも本当に雨女の人っているじゃん。いる。ゆきりんさんとか。うん。アミも雨女なの。そうなんだ。で、私がめっちゃ晴れ女なの。ああ。だから沖縄行くときにいつもアミに、もうお願い込み買ってねって言われる。私雨女だから。あれ女だね、コミちゃんは。私なんもない。あ、ちょっと眠くなってきた。結構寝たよね、でも。何時起きた？今日。でも起きて、実は起きてた。起きてコロコロしてた。携帯見てた。ベッドの上でコロコロしてて。太ったなぁ、やだなぁってなって病んで起きた。もう本当にマチャリンさ、もっと楽しく人生生きてよ。本当にこの病まないで、この楽しく生きてというをあの概念本当に教えてほしい。教えてるじゃんよ。確かに教えてもらってめっちゃ教えまくってんのにさ。確かにそれは否定できないわ。全部跳ね返ってくんだもん。うん、ごめん。でも確かに本当にその楽しい概念もちょっと なんだろう、私もねそうなりたいなって思う。逆に私は痩せたい期間は頑張るけど、うん、そこ以外は別に痩せてても意味ないなと思って。いや私は今、うん、なんかそのマチャはさ、うん、モデルのために
頑張ったじゃん、うん、そういう私もそのエッセンシャリティの公演とか、うん、舞台とか、うん、大事な撮影とか、そういう期間に向けて痩せたいけど、うん、別にその稽古期間中とかって表に出ないじゃない、うん、表に出ないのに見た目頑張って痩せてでいざ表に出る時にストレスで食べちゃったりとかしたくないから、うん、表に出ない期間でいっぱい食べて満足しといて、で表に出る期間に頑張る、頑張る期間を自分で決める。私は今心配してるのは本当に夜のスカート、一番最後のピンクのスカート、そんなの大丈夫？あれガチで詰めてもらった。で詰めてもらったからでしょ、うん、あの元々のスカートの量を太ったから増やしてもらってんじゃなくて、うん、減らしてもらったところをちょっと元に戻すだけだから。でもミシンで詰めてもらったから申し訳ない。もし詰めてもらっちゃったのミシンでっていう話を昨日したんですけど安全ピンになんでしなかったのって話をしたんです。でも申し訳ないっていう気持ちは大事だけど、うん、衣装さんはそれが仕事だからあの全然何とも思ってないよ。あの申し訳ないのと自分のプライド、頑張って痩せてミシンで詰めてくださいって言ったのに、数週間後に1ヶ月後にこれほどいてくださいって言えないじゃん。え全然いいな。だってご飯食べたら人間それだけで変わるじゃんね。ほら見てミシンで詰めてもスカートの布を切ってないんだから戻せるよって。えじゃあ見せるよ、見て。やばくない？やばくないよ。えこれよ、これやばくない？ね、もうそれマッチャさ楽屋で絶対言うな。それほんとみんなの反感買うよ。でも見て見て、もうマッチャってね自分にとってねネガティブだけどね周りからしたらね失礼なの。えでもこれ見てそれでも失礼と思う？え思うよ。だってそれよりもお肉ついてるって思ってるメンバーが自分がいたとしたら喧嘩売ってるって思うじゃん。でも結構よこれ。それ結構よって楽屋で言ってマチャより私の方が太ってるって思ってるメンバーがいてどうするの？はいごめんなさい、はいはいはい、ごめんなさいごめんなさい、本当に、はいはいはい、ごめんなさいごめんなさい。もうマチャは二十何歳だからもう無理なんですって。世の中のそれ以上年上に失礼すぎる。いやそれはツインテールの話じゃなかった？違う、恋愛の話。いつか恋愛できるようになるよって時にもうマチャはきっと恋愛できませんっていうの。だってもうこのできるのにマチャを愛してるファンの方がいっぱいいるんだから愛してくれる人はいるんだこの世に。いやでも自分的にはもうなんだろう、なんかできない気がするんですよ。もう、うん、実績がちょっとびっくりしたないからちょっとそれは、本当にどうしよう。もう親に心配されてるんだけどっていうこのやり取りがずっと続いてて、うん、そうだねずっと続いてるよねこのやり取り。えでも親に心配され、え私もされてるよ。本当？はるか絶対結婚できないよってこのままじゃ、うん、って言われてるけど、けどまあねーって感じ。言われてるけど私にもいいところはあるので、うん、欠点はその時直す努力をします、うん、お菓子食べてる、お菓子食べてる。え待って、私たち何時に出るの？おってるに出る、うん、今何時？日帰るだけ。1時42分。そろそろランキングを読みますか？うん、私はそろそろランキングを読みます。よいしょ。バッグなんか軽いので行きたいな。うん、私荷物めっちゃ多い。
ちゃって歩くの遅い早い早い あでも今日の靴は遅いちょっと遅いじゃあランキング読みますようんいいよはい今日ちょっと急遽配信してすみません夜も配信します公演後配信します13位から読みます13位はケンニチさんです12位はオコチンさんです11位はユージさんです10位はグリーンウェールさんです9位はリニアさんです8位はレオーネさんです7位はあ読めないクロさんかなありがとうございます6位はワタリさんですありがとうございます5位はヤピーさんですいつもありがとうございます4位はカズタカさんコミちゃんのファンの方うんあとクロンああありがとうあクロンさんクロンんさんクロンさんあれクロさんこの方 KURO うんうんクロあクロンさんありがとうございますとカズタカさんもありがとうございます上ステ見に来てくださいね待ってます3位はシギさんです海かのお疲れ様でした素敵な舞台でした入り口のポスターでマセリンと共演できましたありがとうございますあのメッセージ全部あの動画撮ったのででもね主演後はもうね亡くなったから最後まではな言ってんすけど写真もらおうと思って一個一個のコメントちゃんと見たいからありがとうございますたくさんのメッセージをいただきましたありがとうございますでは続きまして2位はワイマズさんですお公演楽しんでね上ステも楽しみにしてる待ってます最後1位はジョンちゃんですジョンちゃんタワーありがとうございますタワーいただきました朝からすみません夜も配信します夜もぜひ見に来てくださいじゃあ皆さんまた夜この後の公演でねバイバイあちょっと待ってコミちゃんもランキング呼ぶ読む、うんまあ、ちゃんも準備してきていいようんもうコミちゃんもう終わる配信うんでは準備します劇場公演行ってきます